するね、これね。まあ、何回か開封したことはね、ポケモンカードのね、強化パックですよね。前回も、まあ多分、前回も誰かはあれだしな、多分結構ダブったやつもなくても、ダブったやつも結構あると思うけどな。それでもこれがラスだと思うんだ、回復するの、多分な。これがまたあったら回復、まあこれ以外買う、これ以外かな、買うのは。まあいいか。ではね、早速回復する準備をしますね。じゃあ早速ね、回復しようか。じゃあ最初のパック、見ようかと。おニャレマ、ニャレマは前回だっけ、知りたいな。ニャレマ、ひともし、大王だぜ。お、明日、あ、来たから言っとんな、タネカード。お、スターミー V か。スターミー V やね。で、あ、なんか、あ、怪しいし、結構これ。これ全部出たこと、これ初か、多分出すの。多分な。多分置いてたの、多分だけどな。で、よっちょ。お、キリ、キリアか。キルリアの売り物。いかがでしたかとな。で、ヒッポッポッタマスだよな。あ、進化系や。ほー、ちょっといただかれて。で、キラキラマニア。もう、ミルタンク。の、キラの、トン、売り物の、別、なんかモンスターポルキューなんですか。グラガイってやつ。これね。で、次のやつね。はい。しょ。お、これも前回出たあたんってきたカードもなんか見たな。見してみてもだ。ランプラーで、ハリセンで、ヘラカオ。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 ってやな。で、クライナーね。で、アメスで、カエンジシ。カエンジシやな。シシやな。で、もう一回。蜂蜜の甘い蜜か。ね。これね、モンスターボールやんなし、カイパーボールもあったら、見えるか、これ、字が。ね。じゃあ、次のバックが、よいしょ。お、これもチェーナでグライナ進化するの、これ進化が、進化、グライナだけどね。グライナの進化もやね。ドゼリアのウリムでね。で、お、ドサイドね、キラキラのタネポケモンの、はい、何やろ、あれかな、これでかいかな、これでかいかな、でも、これでポケモンがあるかな、ずーっとあって、あ、ラブソルか。で、シッシュに、ね、落としシッシュ。ラストパックね、ラストパック。よいしょ。キラキラが出てんな。もうサイトンで、ほうほう。で、あ、ビークーンね。で、キャラのクロン。何キャラのクロンか。パックビューか。パックビューコンビューか。たぶん、子供か。お、こう。ベンチポケモンカードに使っていいかって、これわかんない。これで全部動かしてるのかな。何のポケモンか。なんか、なんか言ってた図鑑ナンバー647、わかるか。何や、これ。あ、グダンというか、これ以外出たやつだよな。で、次、あ、見てもた。カバーだったやつね。別携帯。別の、カラキラキラとモンスターボルカのやつね。全部のね、パックを開封したから何枚かピックアップしてみようか。よいしょ。ゲルティオやな、ゲルティオ、ゲルティオか、ゲルティオ。ヘクト、これね。で、火炎獅子、獅子やね。で、ミルタンクからのスターミー。で、アヤテシやね。あとからね、ポケモンカードも全然売ってへんもんな、今ね。なんか売り出しとかわかんないけど、売り出しなんとかわかんないけどね。ちょっとこれでも結構売り切れやもん。ストラクチャーデッキは何枚か。何パック、何ぼかったけどな。ね。元の取れへんもんな。ほんまに。今で高額しようし、高額やったしな。前まで結構あったの、ポケモン GO のカード元ないからな。なんでないの。ね。わかんないけどな。まあ結構人気やもんな。あと、ミルタンクな、結構、ポケモンはしてないけど、あのね。まあ、リトルライフっていうね。VTuber のね。たまにライブ配信見ちゃうけどね。まあ、チャンネルとかしんけど、結構面白かったな、でもな。てか、今日、確か、今日も土曜日やっとんじゃん、土曜日の午前2時ぐらいからやっとんじゃん、多分。ね。
まあ、魅力普通に見るけどな。どんなポケモン何かな、でも。スターミー、ヘラクレスのものでって書いたかな。書いてるっぽいな、でもな。まあ。エッカーとかないと思ってもよくないけどな。まかったら見に行ったらいいと思う。見に行ったらいいと思うしね。伊藤大福ってね。検索ってもツイッターの方も結構トレンドになってほしいな。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらね、この動画の評価とかコメントの方もよろしくお願いします。あとはね、この動画以外にもたくさんの動画ありますんで、おすすめがあったら見てくださいね。まあ、あとはね、もう一個はね、こうツイッターのこの上の概要欄の方、概要欄にね、自分のツイッターがあるから、それをフォローの方お願いしますね。ツイッターで X か、X 円かな、言いにくいな。まあ、最終的にはね、このチャンネル、もうちょっとチャンネルの登録の方もよかったらお願いします。それじゃあ、また次の動画で。